今回は、JR 池袋駅東口より徒歩3分のところにある、サルバトーレ・クオモがプロデュースする、気軽に美味しいワインが楽しめるピッツェリアバール、サルバトーレ・クオモ&バール池袋店の、モーニングビュッフェに行ってきました。実施時間は7時から9時半。ホテルザ・ビー池袋の2階です。注意点がモーニングビュッフェの場合、ピッツァの食べ放題がないことです。入店。料金税込み1650円を前払い。店内広々。8時半頃から吹き始めました。ビュッフェコーナー。1巡目を取っていく。洋食を意識した1巡目。それでは、いただきます。ミックスベリーのプロテインスムージー。甘すぎず程よい酸味で朝食の一杯に最適です。気に入って合計3杯飲んでしまった。甘めなだし巻き卵。ポテトサラダは潰しすぎてなくて、ポテト感が残っていていいです。サバにいい感じで脂が乗ってました。リピート確定。2巡目を取っていく。2巡目はこんな感じ。和食を意識して取りました。味が染み込んでナスとろとろの、ナスの味噌和え。ご飯が進みます。カレーは野菜がゴロゴロ入ってます。香辛料でスパイシーというより、野菜の甘みが際立った優しいカレーです。子供でも食べやすいと思います。3巡目はデザート。これだけでも軽い朝食なら成立しますね。和食洋食半々くらいで、デザートもある程度あって、バランスは取れたビュッフェだと思います。ごちそうさまでした。朝からピッツァをがっつり行く人は少ないからでしょうが、サルバトーレクオモの売りのピッツァがないのは、正直物足りなさは感じました。ランチに行った方が、満足感は高い気がします。おしまい。